銀河系随一の品揃えギタープラネットの提供でお送りいたします。こんばんは。昨日昼前、フェンダー社が2022年秋冬にかけて発表する新製品が発表されました。フェンダー MIJ からはエアロダインシリーズの後継機種となるエアロダインスペシャルシリーズが発売いたします。エアロダインスペシャルはエアロダイナミックなフォルムのバスウッドボディにトップバイディング仕様、握りやすいモダンシーシェイプネックに12インチラジアス指板、ミディアムジャンボフレットを採用した現代的なモデルで、カスタムボイスエアロダインピックアップ、バビッツフルコンタクトビリッジが特徴です。今までのエアロダインとは違って、はい、ピックガードを採用していないってところがルックスにもアクセントを加えてますよね。何より注目なのは今回新しく採用されたバビッツフルコンタクトブリッジですね。はい、こちらはカスタムショップの製品に採用されたことをきっかけに注目をされているパーツで、この特徴的な構造によってサドルの接触面積が広いので抜群安定性とサステインの向上を実現しているそうです。エアロダインスペシャルシリーズは3シングルのストラタキャスターで、ブライトホワイト、チョコレートバースト、カルフォルニアブルーの3色展開。 HSS のストラタキャスターはドルフィングレーメタリック、ホットロッドバースト、スピードグリーンメタリックの3色展開です。テレキャスターはカルフォルニアブルー、ドルフィングレーメタリック、ホットロッドバーストの3色展開です。価格は HSS モデルが税込み168,300円、3シングルのストラトとテレキャスターが税込み163,350円、発売時期は2022年10月頃を予定しています。常に進化を続けるアコスタシリーズからお買い求めいただきやすくなったメキシコ製ジャズマスターが発売いたします。アコスタソニックプレイヤージャズマスターはハンバッキングとピエゾの2つのピックアップを搭載したモデルで、アコースティックとエレクトリックの両方の特徴を捉えたハイブリッドなシリーズです。カラーバリエーションはアイスブルー、アンティークオリーブ、シェルピンク、伝統的な2カラーサンバーストの4色展開となっています。価格は税込み168,300円、発売時期は2022年11月以降を予定しております。世界的な人気となっているトーンマスターアンプより新たなラインナップとしてプリンストンリバーブが加わりました。トーンマスタープリンストンリバーブはフェンダー史上最も高く評価されている小型アンプの一つ、ブラックフェイスプリンストンリバーブのサウンドを再現したモデルで、パイン材で製作されたスピーカーキャビネット、セラミックマグネットを採用したジェンセン C10R スピーカーを搭載しています。プリンストンリバーブ本来の 12W 出力に加えてアンプ裏側のスイッチで 6W、3W、1.5W、0.75W、0.3W の合計5段階のアテネット設定が可能なのはとても便利ですね。はい、ご自宅用のアンプとしてはこれ以上ないくらい機能あふれた魅力的なモデルですので、お早めのご予約をお勧めいたします。トーンマスタープリンストンリバーブは税込み販売価格 103,950円、発売時期は2023年1月以降を予定しています。トーンマスタープリンストンとても気になりますね。続いてストラップやケース、プレゼントにぴったりな小物の紹介です。今シーズンの新作ストラップはコーデュロイ素材やレトロな柄物、フローラルなボタニカル柄など魅力的な展開です。こちらのケーススタンドもいいですよね。あ、そうですね。今までになかったブラウントール X が加わって3本、5本、7本掛けの展開です。5本掛けは今回が初めての発売なので大注目ですね。その他毎年定番のクリスマスセーターやカスタムショップカレンダー、ピック型のコースター、アンプ型のノートブックなどもらったら嬉しいグッズが盛りだくさんです。本日ご紹介した商品の入荷状況やご予約に関しては当店ギタープラネットのホームページをご覧ください。それでは今日はこの辺で。終わった後のこうお送りしましたみたいなの言った方がいいかな。あー、この番組は、うん、ギタープラネットの提供でお送りします、うん、これがあるんだったらそうですね、うん、じゃそれ吉岡さんでいきますか。ネクストヒューマンソリューション、なんだなんだ何ですかそれ、多分なんか使われてるわもう夜空にきらめく流れ星、ギタープラネットの提供でお送りいたしました違うな
なんかあのセーラームーンだからあの登場するやつだなこれ。違うな、なんだろうな。ご覧の番組はギタープラネット太陽系1号店の提供でお送りいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちらからお願いいたします。